それではこれより7月18日ライズワールドシリーズ大阪大会に出場します田淵涼香選手の公開練習を行います。それではお願いします。お願いします。ありがとうございます、では次はミット打ちに移りたいと思います。準備まで少々お待ちください。はい、お待たせしました、それではミット打ちに移りたいと思います。お願いいたします。お願いします。残り1分です。残り30秒です。残り10秒です。終わりです。ありがとうございます、次は質疑応答に移りたいと思います。少々お待ちください。お待たせしました、それではこれより、質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方は質問お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今日公開練習で空手の型を披露していただいた理由って何だったんですか？理由は型をしてほしいことだったのでさせていただきました。見事な息吹と風を切る音も感じさせていただいたんですけど、今日の出来はいかがでしたか？今日の出来は、自分の中では80ぐらいだったと思います。マイナス20ってのもあるんですか？
そうですね、まだ、まあ、細かいところできてないところばかりなので直していきたいと思います。空手の型をこれ続けるってことは、これキックにも応用できてる部分ってあるんですか？そうですね、技の出し方というよりかは足の運び方とか腰の落とし方とかは役に立っています。その後の、あれですね、ミット打ちではすごく速い動きでの中でのワンツーローっていうのを見させていただきましたけども、今回このワンツーローっていうのを結構意識して試合でも使おうっていう感じなんですか？そうですね、基本的なコンビネーションなので使っていこうと思います。今回対戦する花田選手とは昨日花田選手の取材させていただきましたら、アマチュア時代に1回やって花田選手の方が負けてるっていう話を聞いたんですけども。あ、それは知らないです。覚えていないってことですか？そうですね、覚えていないです。それはやっぱそれだけたくさん試合をやってるからそういう風になってしまいますかね？そうですね、空手メインでもうこれまでずっと試合してきてるのであまり覚えていないのが正直です。今回は特別花田選手の対策を練ったり映像を見たりはしますか、しませんか？いつも対戦する選手の動画を見させていただいてるんですけれど、まあ自分本来の姿を見ていただけるように練習に励んでます。今回地元大阪での大会、しかも大舞台になりますけど、その辺はいかがですか？そうですね、ライズ大阪大会に出場させていただけることに感謝してますし、大きな舞台で試合できることを本当にありがたいと思っているので全力で戦いたいと思います。2日前はお兄さんが、トーナメントに出てちょっと残念な結果に終わってしまいましたけども、それでなんか刺激を受けた部分ってありますか？そうですね、セコンドについて間近で試合を見ていたので兄の分もしっかり戦って勝ちに行きたいと思います。今回の花田戦を通してどういう自分をアピールしたいっていうのはありますか？そうですね、過去3、3戦ライズさんの方で試合させていただいてるんですけど、3戦とも自分の本来の試合ができずに終わってしまっているので、今回は私自身の戦い方を見ていただきたいと思ってます。私自身の戦い方というのはやっぱりそれは今まで以上に空手を前面に出した戦い方ってことですかね？そうですね、空手もそうですし気持ちの部分もしっかりぶつかり合いたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方お願いします。お願いします。はい、すいません、ちょっと勉強もして申し訳ないんですが、さっきの方の名前を、ね、お願いします。セイエンチンです。そのご自分の戦い方ということなんですけども、なんかこうイメージしているそのこういう戦い方っていうのはありますか？なんかこうなりますイメージとして。強いっていうのもそうなんですけど、技術の面でうまさをしっかり見せていきたいと思ってます。なんかこう、特にこう力を入れてきたっていうありますか、技術的に。そうですね、蹴りの多彩さをしっかり見せていきたいと思います。今までの試合だとあまりこうその空手で使ってる蹴りをまだそんなに出すんじゃないかと思うんですか？
まだそうですね、出せていないです。全然、まあ、前蹴り回し蹴り通常の蹴りだけになってしまっているので、いろいろな蹴りを出していきたいと思います。空手ではどんな蹴りが得意ですか？空手ではブラジリアンキックです。一本勝ちはどれぐらい？一本勝ち、まあ、ブラジリアンキックも後ろ回し蹴りもそうですけれど、そうです、2回ぐらい、まだ全然磨きが足りないので2回ぐらいしか相手は倒れてないんですけど、なんかね、こうキックボクシングをやるにおいて今テーマにしてることってありますか？キックボクシングにおいてはそうですね、まあメンタルの部分ですね。どうしても距離を取っての戦いが最近の試合では増えてしまっているので、まあ積極的に攻撃していこうと思います。ホース。質問以上でよろしかったでしょうか？はい、分かりました。はい、かしこまりました。では他ご質問のある方。はい、お願いします。あ、遠藤です。リファイトの遠藤です。よろしくお願いします。いつもあれですか、型をやってからミットに入ったりとかしてるんですか？曜日によって変わるんですけれど、型もやりますし、ミットも組手もやってます。何か型をやった後とか動きがいいとか変わるとかありますか？いえ、特にはそういうのはないですね。型をやってる時に自分で意識してるとかって何かありますか？どこを注意して行っているんだとか。まあ空手もそうですけれど、呼吸が大事になってくるので、技だけじゃなくて息を吸うタイミングとか吐くタイミング、呼吸を意識してやってます。その呼吸は例えばキックボクシングとかではなんかどう使われたりとか、なんかそういうのあるんですか？そうですね、疲れてくると呼吸をするときに肩が上下に、まあ、人間はそうですけど上下に動いてしまうので、その動いたとタイミングで攻撃を出していってます。相手の逆に呼吸が読めるみたいな感じとか、そういう感じってことですか？そうです、読めるように。なるほど。自分が肩をやることで相手のその呼吸とか体の動きも見えるみたいな。分かってきます。なるほど。相手の原田選手は結構なんて言うんでしょう、アグレッシブだし、確かなんかサソリ選手とかもダウンを取っていたと思うんですけれども、やっぱり右ストレートだったはずですけれども、何かそこで思うところとか警戒するとか対抗心とかありますか？いえ、まあ、パンチ力は試合 見させていただいてパンチ力はあるっていうのは分かってるんですけれど、まあその相手に対してどうするとかもそうですけれど、そっちよりかは自分の戦い方を意識してやっていこうと思います。なんかパンチで張り合うとかそういうのは
そういうのは特には打ち合えたら一番いいですけれど、そういうのは考えてないですね。昨日か何かこう、花野選手の試合で私が倒しに行きますって言ってましたけども、そちらはどうですか？倒されないので、しっかり私が倒しに行こうと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方、大丈夫そうですかね。じゃあそれでは最後、ライズファンの皆様に一言コメントをお願いしたいと思います。コロナ禍で大変な時期ですが、たくさんの応援ありがとうございます。会場をしっかり盛り上げて、全力を出し切って戦いたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では質疑応答を終了し、田淵涼香選手の公開練習を終了したいと思います。田淵選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。